帝都高速度交通営団。日本で初めての地下鉄を上野から浅草間で開業させた東京地下鉄道と、東京高速鉄道の地下鉄建設と運営を統合し、1941年に設立された公共企業体である。設立が太平洋戦争時であったため、当時の鉄道事業者を合併させる陸上交通事業調整法に基づいているものであった。出資者は日本国政府、東京都、国鉄であり、設立当初は首都圏の民間鉄道事業者も出資していたが、1951年に財政投融資による東京の地下鉄建設を促進する観点から、出資していた民間鉄道事業者は撤退し、国、東京都、国鉄が出資した。その後営団地下鉄は東京の地下に路線を開業させ、国鉄や民間鉄道との直通運転などを行い、なくてはならない輸送機関となった。2001年に閣議決定した特殊法人改革基本法により、帝都高速度交通営団も民営化されることになり、2004年に東京メトロが発足し現在に至っている。営団地下鉄は地下という特殊な空間に列車を運転することもあって、建設工事をはじめとした技術力は群を抜いていたこともあり、新しい技術を開発しいち早く導入した。これらの技術は国鉄、JR、民間鉄道事業者にも波及し、東京メトロに移行しても高い技術力は続いている。そこで今回は営団地下鉄、東京メトロが日本で初めて採用した技術を、5つ紹介して簡単に解説してみようと思う。地下鉄は1863年に世界で初めてイギリス、ロンドンで開業し、建物が密集していたロンドンで路線を伸ばした。日本では大正時代の1917年に地下鉄計画が持ち上がり、その後日本の地下鉄の父と言われる、早川乗継氏らにより1920年に東京地下鉄道が設立された。その後工事は1922年の関東大震災などで着工が遅れ、1924年に上野から浅草間の工事を始め、1927年12月30日に日本で初めての地下鉄が開業した。東京地下鉄道は資金繰りがうまくいっていない時も、常に安全を第一に考え地下鉄を開業するにあたり、現在の地下鉄や鉄道全般に関するシステムや機構を、いち早く導入したことでも知られる。地下を走る列車である以上車両は固有性、何年か車両を導入し、塗装は警戒色のオレンジを採用し、社員教育を充実させるなどこの当時では画期的な機構やシステムを導入した。この導入したシステムで最も画期的だったのが自動列車停止装置、ATS だ。地下鉄はトンネルの中を走行するため、運転は信号が頼りになる。万が一運転士が停止信号を妨害し停止信号を示している区間に入り、先行している列車と追突事故を起こしてはならない。このため追突事故を防止するために日本で初めて導入された。この路線で採用されたのが内子式 ATS であり、アメリカ、ニューヨークの地下鉄で取り入れられたものを初めて採用した。内子式 ATS を簡単に言えば地上側で停止信号が現示している時に、信号機の直下の線路にあるアームが立っており、注意信号を含め進行を指示する信号が現示している時は、アームが倒れていると思えばいい。車両側にはこの棒を引っ掛けた時に、ブレーキ管のコックを閉じて非常ブレーキをかけるよう仕掛けてあり、停止信号で妨害した際に車両がアームを引っ掛け、非常ブレーキが動作して列車を止めるというシステムである。この内子式 ATS は地下鉄が開業した初期の第3基乗方式で開業した路線で採用され、東京では銀座線の他に丸の内線でも採用されたほか、大阪では御堂筋線、四ツ橋線、中央線、名古屋では東山線で採用された。銀座線をはじめとした最初に導入された路線では、早い段階で列車増発による保安装置の取り替えによって、内子式 ATS の使用は中止されており、大阪では1972年に、東京では1998年に使用を終了し、最後に残った名古屋市営地下鉄東山線の内子式 ATS も2004年までに使用停止となった。列車自動停止装置はその後国鉄をはじめとした各鉄道事業者に導入され、事故が多かった鉄道の運転をより安全なものにした。その後の列車自動停止装置は国鉄、JR、各鉄道事業者で独自のものを開発し、保安装置はよりさらなる安全なものへ進化していき現在に至っている。内子式 ATS に次いで、もう一つ保安装置の話をしよう。自動列車制御装置、ATC は地上に信号機を設置せず、線路に信号電流を流し車両側でこの信号電流を拾い、運転士に制限速度を知らせ、知らせた速度を超過した際に非常ブレーキで列車を停止させる保安装置である。
地下鉄はトンネルの中での列車を走行させるとあって信号が頼りになるが、トンネル内の急曲線や急勾配の多い路線で列車本数が増えてくると、運転士の信号見落としによる停止信号防止をした場合、前方列車に追突する危険がある。これは ATS で防ぐこともできるが、非常ブレーキが間に合わず追突ということもあり得る。このためさらなる保安度を高めたものが ATC であるのだ。この ATC を日本で初めて採用したのが営団地下鉄日比谷線で、1961年に南千住から中岡ちまち間が開業した当初から採用した。ただ最初に導入された ATC は地上に信号が設置されており、運転士が目視で信号を確認するものであり、車両側では万が一停止した際にブレーキを緩める確認スイッチと、信号の現時している制限速度まで運転可能という ATS の機能を引きずる感じであった。現在のような車内信号方式の ATC を確立したのはというと、実は営団地下鉄ではなかったりする。そう、1964年に開業した世界初の高速鉄道である、東海道新幹線だ。新幹線のように高速で運転する際、運転士は信号の目視が不可能なため、営団地下鉄が採用した技術を、出資元である国鉄が機能をアップさせた結果、現在のような車内信号式 ATC は東海道新幹線から採用が始まったということになる。その後 ATC は新幹線のような高速運転する路線や、障害トンネルを走行する地下鉄などの路線には有効な保安装置として確立し、その後の営団地下鉄の保安装置としてさらなる改良を加え、日比谷線以降開業する地下鉄路線の保安装置として採用し、全国の地下鉄開業の際にも ATC を採用した。国鉄では新幹線だけでなく山手線、京浜東北線、常磐線各駅停車、東武快速線のトンネル区間で保安装置として ATC を採用。JR に移行してからも1988年に開通した、青函トンネルの海峡線も ATC を採用した。その他の鉄道事業者でも京王、東急、東武で ATS から ATC に保安装置を変更した。現在鉄道界では保安度をさらに高めるため、ATC をデジタル化する技術を開発したり、軌道回路で行っていた保安装置をデジタル無線で行うものなど、技術の進化は目覚ましいものである。昨今の人手不足により今後は鉄道事業者も運転士の要員の確保で、苦労することが予想されている。ATC がさらなる発展をした自動列車運転装置、ATO の技術が向上するとなると列車に運転士が乗らない無人運転の路線が増える日もそう遠くはない。今までは地下鉄改良と保安装置の進化について話をしてきたが、これからは営団地下鉄、東京メトロの車両の新技術導入について話をする。地下鉄は地下の障害トンネルの中を運転するため様々な制約がある。路線上には急な曲線が多数あり、駅間が短いため高加速、高減速の性能が求められる。また地下鉄を新たに開業するとなると、建設の最地下区画掘っていかなければならず、急勾配ができてしまうフェンスもある。また万が一トンネル内で列車火災が発生した際にも、車両に延焼しないよう燃えない素材で製造することと、乗客を避難するための非常扉の設置が要求される。このため営団地下鉄、東京メトロでは車両に関する規則規定は厳しいものとなっており、直通運転する鉄道事業者に対しても協約を締結する際に、車両に関しても厳しく規定されている。この厳しい条件の中車両に関しても新たな技術を確立しており、1971年に千代田線で導入した6線系は、日本で初めて回生ブレーキの使用を可能にした、電池直下制御を搭載した車両として脚光を浴び、高加速、高減速の性能を有しながら省エネルギーに貢献したということで、1972年に鉄道友の会のローレル賞を受賞した。新しい技術は新しい路線が開業する車両にも導入しており、半蔵門線の8線系にも日本で初めてボルスタレス台車を採用した。8線系は基本的な性能など設計思想は6線系のものを受け継いでおり、電池直下制御や電力回生ブレーキは6線系とほぼ同じであるが、車両を軽量化するために新たに採用したのが、ボルスタレス台車である。ボルスタレス台車はボルスタと呼ばれる台車の枕張りをなくしたもので、開発は古くから行われ、日本では国鉄の1962年に電気機関車 ED74 に初めて採用され、その後に製造された EF62 型電気機関車で本格的に採用された。しかしここまでは機関車で採用されており、旅客車両では大きな出力を要求する試作機動車キハ90型に採用した例はある。その後空気バネの性能向上などで高速電車用の開発が進んだため、1980年に8000系を量産した際にボルスタレス台車を採用した。ボルスタレス台車は車両の軽量化に貢献するとあって、
その後鉄道各事業者が車両導入の際にこの台車を導入する傾向があったが、急曲線を曲がるのが難しいなどの欠点があるため、一部の事業者ではドルスタレス台車を導入してないところもある。営団地下鉄でも2000年の日比谷線脱線事故がきっかけで、2006年の1万系以降に導入する車両へのドルスタレス台車の導入をやめた。人数の調整が難しく、その結果人数が不均衡になり、その影響で競り上がり脱線が起きる恐れがあるためである。ただ車両の軽量化にドルスタレス台車が貢献した技術であることは言うまでもなく、現在の鉄道台車の考えを変えた車両であることは言うまでもない。営団地下鉄の車両技術はとどまるところをなく、どんどん突き進んでいく。6000系、7000系の電気視直下制御の車両を導入した後、新しい制御方式の試験を開始した。千代田線の6000系の一次試作車に日立製作所と手を組み、3VF インバータ制御試験を行い、日本で初めての 3VF インバータを搭載した車両となった。この時は逆導通載リスタ素子を使用し、出力 130kW の誘導電動機を使用するものであった。その後 3VF インバータが1982年に熊本市電8200型で実用化され、以降各鉄道事業者で本格的な 3VF インバータ制御車両を導入するようになった。さらに逆導通載リスタよりも素子の駆動回路の簡素化ができる GPO 再リスタ素子による制御を開発し、1984年に大阪市営地下鉄20系が初めて導入した。3VF インバータ制御は従来の抵抗制御や直下制御とは違い、直流電動機から交流の誘導電動機になるため、電動機の部品であるカーボンブラシが不要になる。そのため保守の簡素化とコストダウンを図ることができるのと、少ない電力で既存の車両並みの出力や加減速性能を得ることができるため、省エネルギー化と電動車と付随車の比率、すなわち MT 比率を下げることが可能になる利点がある。一方で電気視直下制御などもそうなのであるが、パワーエレクトロニクス機器のため高周波による電磁ノイズを発生し、APC などの保安装置や微小な電流を発する機器に影響を及ぼす、誘導障害を発することがある。また初期の GPO 再リスタ素子を使用した車両を中心に、低速域を中心とした加速音が非常に大きく、人によっては耳障りであるという問題もある。そんな 3VF インバータ制御であるが、営団地下鉄でも他の鉄道事業者から遅れは取ったものの、南北線の9000系職車と試験採用した05系 14F にて、GPO 再リスタによる 3VF インバータ制御の車両を導入した。その後新たな 3VF インバータ制御装置を開発するべく、1992年に東西線の05系で IGBT 素子を採用した 3VF インバータの走行試験を行い、この試験データをフィードバックして新たな車両を導入することになった。それが1992年に初めて導入された千代田線向けに導入された06系と、有楽町線向けに導入された07系である。この両形式、実際には06系がそうなのであるが、IGBT 素子を使用した 3VF インバータ制御車両として日本で初めて導入された。IGBT 素子は起動時に発する耳障りな周波数を高い領域にすることができるため、制御装置や電動機からの騒音を低減するという利点がある。営団地下鉄が IGBT3VF を初期から積極的に採用した理由と、GPO 再リスタ素子を使用した 3VF をあまり積極的に採用していない理由は、この騒音問題にあると考えられる。これにより IGBT 素子を使用した 3VF インバータ制御装置を搭載した車両が各鉄道事業者で導入されるようになり、現在の鉄道車両制御の主流の一つとなったのである。今までの話はすべて営団地下鉄時代までの話であったが、営団地下鉄が民営化し東京メトロになってからも新しい技術開発の手を緩めることはない。営団地下鉄時代に開発した IGBT 素子を使用した 3VF インバータ制御は、06系、07系以降に導入された車両。具体的には銀座線の01系 37F、丸の内線02系 20F、日比谷線03系 26F、東西線05系 19F、南北線9000系の1995年製造分以降の全ての新型車両に導入された。これら全ては車両制御の面での技術である。では駆動する電動機はとなるとまだまだ改善すべき点はある。そこに東芝が JR 総研と手を組んで開発したのが、永久磁石同期電動機、通称 TMSM である。この TMSM は小型軽量な構造で高出力を確保し、高効率による消費電力と二酸化炭素の排出を減少。さらに前提構造による騒音の低下と、塵や水が入らないため絶縁劣化などの不具合を解消などと、
現行の誘導電動機に比べ、放出力の軽量化を図れるなど、良いことずくめなのであるが、専用の 3VF インバータと電動機1台に対して、1台のインバータが必要であることや、金属やレアアースがどうしても製造にあたって必要で、そのあたりの調達コスト、調達難易度の高さなどもネックとなってくる。東京メトロでもこの TMSM の技術はいち早く取り入れ、2007年に銀座線用の01系に試験として38駅に搭載し、営業運転を行いながら試験を行った。この試験が良好であったことから、丸の内線の02系の更新車の駆動装置に取り入れ、この事例が日本で本格的に TMSM を初採用した事例となった。なお本格採用という正し書きをした理由についてだが、01系38F で採用するよりも前の2006年、JR 東日本の E331系が TMSM を採用していて、営業用車両ではそれが TMSM の日本初採用だからである。まあ E331系はまともに動くことなくニートレインになってそのまま廃車になったけど、その後東京メトロでは新型車両の市電動機にも TMSM を採用するようになり、2010年から千代田線に新たに投入した16000系から本格的にこの構造になった。この16000系は通常の歯車減速式駆動方式を採用した上で、日本で初めて TMSM を採用した新車となった。この後東京メトロは銀座線の1000系、丸の内線の2000系、日比谷線の13000系、有楽町線、副都心線の17000系、半蔵門線の18000系でも TMSM を採用しており、既存車のリニューアル時においても05系、07系などで採用し、東京メトロ新系列車両の標準的な駆動用電動機となったのである。TMSM は東京メトロで導入した後、阪急神戸線、宝塚線用車両をはじめとして各鉄道事業者が新車を入れたり、既存車の駆動装置を更新する際に採用しており、特に高い負荷と加速性能を求められる地下鉄車両や、各駅停車で使用する車両に多く導入されている事例が目立つ。また東京メトロ自身も TMSM とそれに付帯する駆動システムの改良を行っており、例えば13000系72F 以降で導入する新車からは、従来の IGBT 素子よりも高効率、低損失化が期待できる、フル SIC 適用を持つ FET 素子の 3VF インバータ制御装置を導入したり、直流 1500V 線区向けの TMSM がそれまで極数6がほとんどなところ、8極に増やした TMSM を導入するなどしており、8極 TMSM については07系07、706号車で試験の後、副都心線の17000系8両編成において本格的に採用が開始されている。いかがだっただろうか？営団地下鉄ではこの他にも車両の構造にアルミ合金を採用したり、トンネル内で架線切断が発生しない合体架線を開発採用したりと新しい技術を取り入れてきた。これは地下鉄が地下という過酷な空間で安全に列車を運転させるために取り入れたものである。日本で初めて地下鉄を走らせた東京地下鉄道の創業者、早川乗継氏は会社の資金繰りが調子良くなくても常に安全を最優先にする経営を行ってきた。この考えは後の営団地下鉄、東京メトロの経営姿勢に受け継がれており現在に至っている。東京メトロは未明化になり旅客サービス面でも営団地下鉄に比べ格段に力を入れてきており、新線の建設は行わない代わりに駅設備や線路の改修、既存車両の新型車両への置き換えを積極的に行っているほか、営団地下鉄時代には規制されていた、関連事業や宣伝展開についても多く手掛けるようになった。この他にも営団地下鉄、東京メトロが開発導入し、他の鉄道事業者に波及した技術があれば、ぜひコメント欄にてシェアしていただければと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。